こんにちは平井博明です。今回はですねレッスンについて動画を撮っていきたいと思いますがこの動画を撮るきっかけとなった理由がですねレッスンに来てですね間違えてレッスン内容を覚えたり目的意識がないままレッスンに来られたりとかですねせっかくは高いお金を出してレッスンに来られるのでより 効果の高いレッスンをですね受けていただきたくてこの動画を撮っています平井博明のワンダップゴルフレッスンについて伝えたいことはたくさんあるんですが今日はその中で大事なポイント5つを解説していきたいと思いますまず1つ目スイングを直すのは最終手段2つ目 A さんに当てはまって B さんには当てはまらない 3つ目、ピラミッド4つ目、直したいところを直すのではない5つ目、これを直せばどうなるこの5つがポイントになってきますでそれでは一つ一つ解説していきますがまず一つ目のスイング直すのは最終手段ですがだいたいそのレッスンに来られてあまりこう調子が良くなかったりここを直してくださいこうどこどこ直してくださいって結構言われること多いんですけども7割8割の方 が僕がスイングをパッと見てでどこをじゃあ直せばいいかっていったら間違いなくアドレスの時点要は止まってる状態ですね動き始める前の体の姿勢角度ボールの位置スタンス幅、まあ、全てあると思うんですがアドレスの取ってる状態のどこかが基本からずれていることが多いです。 なので基本としてしっかりしたアドレスを取っていただくということが大事になってくるんですけどもそこを直すとですね意外とスイング直さなくててもいいい球がが打てる方が結構多いですレッスンしていてやっぱりスイング直したいとかですね「スイングで何か気をつけていることありますか?」って聞くとトップの位置が。 こうしたいとか、インパクトをこうしたい、フォロースルーがこうしたい、動いてる最中のことを結構気にされる方多いんですけども、動いてる最中のことは、もう本人が一番詳しいはずなんです。やっぱり本人が動いているので、感覚的な部分もそうですけども、動いて、ああしろこうしろこう動けって言われてやるのが多分ゴルフで一番難しいことだと思うんです。なので動き始めたら自分の感覚優先でですね、動いていただければ、 いいいと思います次に2つ目例えば A さんに言ったことが B さんに当てはまるというのはもちろん同じスイングタイプの方でしたら当てはまるんですけども10人いれば10人違うスイングがあると思ってください。なのので A ささんんにに言ったものが B さんに当てはまるというわけではないのでそこだけあの気をつけていただければと思います。レッスンで教わっっったこととをてて帰って友達とかに こう言われたからこうやってみろって言われてでやってみたけどうまくいかないそれは多分そうだと思うんです本当にせっかくこうだったりスイングのスピードだったり色々変わってくると思うんです人それぞれなので必ずしも同じ理論が当てはまるわけではないのでそこは気をつけてください3つ目のピラミッドですが例えばレッスンする時に生徒さん10人いてはいじゃあ10人皆さんこうやってやりましょうねって言って 10人生徒さんがいてゴールはここですよみんなこういうスイングしてくださいねっていうレッスンはちょっと僕はあまりおすすめしないです先ほども言いましたけども10人いいいたたら10通りスイングががあった方がいいです人それぞれ本当に動き始めたらあのフィニッシュまでは違う動きをします何でもかんでも同じ動きというわけではないと思うんですただ もちろん基本の動きとかですね構えっていうのはあるんでその辺はあの基本を忠実にやってそこからアレンジを加えていただいた方がいいと思いますでアドレスの姿勢に関してはほとんど一緒と考えていただいてもいいです一緒というのは基本に対して取り組んでいただいていいと思いますただこれもボールの位置とかですね手の位置 なんかはやっぱり自分で打とうとする前の準備段階ですので違和感のない心地いいアドレス構えをしていただいた方がいいと思います四つ目直したいところを直すのではないということですが一つ例に挙げるとヘッドアップ打つときにこう顔が上がってしまうのを直したいという方がいらっしゃるとしますそしたら顔が上がらないように 打とうとととううすするののが多分ほんんどの方だと思うんですただインパクトの一瞬の時間の動作を直そうとするのがすごく難しいのでその1つ前2つ前の段階の動きを直してあげると自分が今直そうとしているところの動きが直ることがゴルフって非常に多いです例えばフォローするで左肘が曲がってしまう方。 なんかはその左肘を伸ばそうとするんではなくその前の段階要はダウンスイングもしくはテイクバックの段階でもう左肘に関係してる動きっていうのがもういくつか入ってきてますなのでその時点で直してあげるとフォロースルーで自然と左肘が曲がらない伸びてくる動作に入りますので 意外とこれフォロースルーで左肘が曲がってしまう方多いんでその直し方なんかは、えー、今日はちょっと言わないですね今後あのレッスン動画としてもいろいろ部分部分において撮っていきますのでその辺をちょっと楽しみにしててください5つ目これを直せばどうなるということですが今直しているものが成功するとどういう結果になるかというのを必ず認識をして取り組むということが大事になりますただ これを直せよと言われて直してるだけだと結果がどうなるかがかがわらなないですよねなので必ず自分が今直してることについてよくなった時にはどういう結果になるかというのを必ず分かってから認識してからレッスンにに取り組んだ方が絶対にいいです目的意識がないと結果も出ませんのでただ単にあの言われたからそういうふうにやってますっていうよりは直す結果を知って 取り組んだ方がいいいと思いますそれではまとめの方に入らせていただきますがまず1つ目のスイングを直すのは最後ということですがスイングを意外とあの調子を崩してしまう理由っていうのはアドレスにある。 ということですねスイング中動いている最中っていうのは人それぞれ違う動きをしますのであまり基本を意識されない方がいいと思います2つ目 A さんに当てはまって B さんに当てはまらないということですが必ずしも全員が全員同じ動きをしなきゃいけないですよということではないですそれぞれ自分の感性感覚を大事にして打っていただければと思います3つ目のピラミッドですがこれもまあ一緒ですよね10人いたら10通りスイングがある と思ってください皆さんで同じこととに取り組ままないいいい方がいいと思います4つ目「直したいところを直すのではない」ということですが本当にスイング中は何秒 0. 何秒の世界なので直したいところを直そうとしても意外ともう通り過ぎてたりするので直す場所の前の段階を気にしていただいた方がいいと思います。5つ目最後ですねこれを直せばどうなるということですが今直そうとしている課題に対して 目的意識あとは答えを知るということですねそれを意識して打っていただいた方がいいと思いますでは今回の動画以上になりますがちょっとしたうんちくをですねちょっと入れていきたいと思います、えー、今回はシャフトについてほんの少しだけお話しさせていただきますが、えー、世の中にシャフト何千本ってあると思うんですが、えー、機械が全全部部打ったら飛距離は全部一緒です最後までご視聴ありがとうございました。